こんにちは。今日はこの iPhone を使いまして、 iPhone の音声入力システムでですね、タイプするのが長くて大変っていう単語をパッと音声入力できるかどうかっていうのをやってみたいと思います。英語の単語でこういうのがあるそうです。 I want to say this word。 これ一つの単語、日本語で言うと形成肺腎症っていう病気の名前だそうです。で、こんだけの綴りを打とうと思うとすごい大変なので、これをパッと音声入力できると便利じゃないかと思ってやってみたいと思います。 Google 翻訳アプリで設定を英語にしました。アメリカ英語、これで言ってみよう。ニューモノウルトラマイクロスコーピックスリコボルケーノコニオシス。ニューヨークマイトオブカフィーシー doesn't know when you fit it。 ニューヨークではコーヒーの彼女はあなたがそれを修正するときには知らなかったかもしれない。どうも一つの単語だとは思ってもらえなかったようです。もっとつらつらっと言わなあかんな。もう一回。ニューモノウルトラマイクロスコーピックシリコボルケーノコニオシス。ニューヨークマイクオオカミコーヒー落書きはコールマン K はあなたがフリーだと時に知って。なんかね、ニューがね、ニューヨークって聞き取られてしまうらしい。そっからこう単語で切っちゃうみたいですね。もっと一つの単語ですと、病名ですっていう、病気ですっていう気持ちで言ってみたいと思います。よし。ニューモノウルトラマイクロスコーピックシリコボルケーノコニオシス。ニューヨーク、あなたが病気なら私のケーキ。ニューヨーク、my coffee cake when you are sick。 だいぶ全然違う気がするんですけどね。言えるようになりたい。ニューモノウルトラマイクロスコーピックシリコボルケーノコニオシス。すごい和訳で、腎肺症って出たし、上もニューモノウルトラマイクロスコーピックシリコボルケーノコニオシス出てる出てる。すごい。だからこの程度の英語でもツラツラツラって言ったらちゃんと認識してくれるんですね。すごいです。すごいすごい。だからちゃんと一気に言えば読み取ってくれます。すごい音声入力。では皆様ごきげんよう。グッバイ。